フットボールクルブフアレスは、メキシコ北西部、チワワ州最大の都市シューダーフアレスに、本拠地を置く、サッカークラブである。リーガ MX に所属。ブラボスデフアレス、または単に、フアレスという呼称で知られている。FC フアレスは2015年、アメリカのテキサス州エルパソと国境を接した、メキシコのシューダーフアレスに設立された。シューダーフアレスには、 リーガ MX に所属していたインディオスデシューダー・フアレスが存在していたが経営難に悩まされ2012年に解散した2015年6月7日アセンソ MX 関係者は2015から16シーズンのアペルトゥーラ2015から FC フアレスがアセンソ MX に参戦することを発表した2019年6月11日 クラブは財政難のロボスブプを買収し、リーガ MX に所属することとなった。チワワ州のシウダー・フアレスにある19765人収容のエスタディオ・オリンピコ・ベニート・フアレスをホームスタジアムとしている。シウダー・フアレス自治大学が所有している。スタジアムは1980年10月に開場。1981年5月12日には、 メキシコ代表とアトレティコマドリードが試合を行った10選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づくありがとうございます。